バレーボール第7回 V リーグは2000年12月8日から2001年3月11日にかけて行われた V リーグの大会である。参加チームに変動があり、男子が日立国部トルメンタ、女子はパイオニアレッドウィングスが V1 リーグから昇格。またユニチカフェニックスから全体移籍したトーレアローズ、オレンジアタッカーズが久光製薬スポンサードとなった。 久光製薬スプリングアタッカーズの両チームが参戦した。2回戦争あたりのレギュラーラウンドを行う。通算成績の上位4チームが変則リーグ戦を戦い、上位2チームが優勝決定戦を行う。 12月15日、12月16日、12月17日、12月23日、12月24日、1月6日、1月7日、1月8日、1月13日、1月14日、1月20日、1月21日。 1レックの結果1月27日1月28日2月3日2月4日2月10日2月11日2月12日2月17日2月18日2月23日2月24日2月25日2レックの結果3月9日3月10日3月11日3月17日3月18日この結果 NTT 西日本と日立国分が次期ブリーグ残留を決めた 12月8日、12月9日、12月10日、12月16日、12月17日、12月23日、12月24日、1月6日、1月7日、1月8日、1月13日、1月14日。一レックの結果、1月20日、1月21日、1月26日、1月27日、1999年2月19日。以来継続してきた。 NEC レッドロケッツのリーグ戦連勝記録が31でストップした。今日まで未だ破られていない大記録である。急に本リーグ時代を含めると、日立の88連勝が最高記録。1月28日、2月3日、2月4日、2月10日、2月11日、2月12日、2月17日、2月18日。 ニレックの結果3月2日3月3日3月4日3月17日3月18日この結果伝送とシーガルズが次期 V リーグ残留を決めたありがとうございます